はい。ティーチングプロのしおみです。このチャンネルではゴルフが上達する情報を配信しているので、チャンネル登録の方、お願いいたします。内容が良ければ、チャンネル登録、高評価、コメント、お待ちしております。さあ、今日はね、何喋ろうかなと思ったんですけど、まあ、やっぱゴルフスイングって、円運動ですよね。誰が何と言おうと、まあ、基本動作としては円運動ですよね、と。やっぱここを、一発で理解しやすくて、 簡単な練習方法があるんです。で、それだけでめっちゃ飛ぶ、上手くなるってわけじゃないけども、最低限やっぱこういうことは知っといた方がいいよね、簡単にできた方がいいよねっていうことをご紹介するので、最後までご視聴の方、お願いいたします。はい。まあ、分かりきっていうことではあるんですけど、円運動ですよね。円運動を直線運動と勘違いしてると、ちょっと困るので、そこはお話していきたいと思います。よく勘違いがあるやつが、 目標線に騙されちゃうってやつなんですよね。目標線っていうのは、まあ仮にまっすぐの球を打とうとしてる人がいたとして、こう直線でもちろんこういう線ができますよね。これが目標線ですと。まあ多くの上手くなれない方。まあ当時、昔の僕もそうですが、まあレッスンを受けに来ていただいて劇的に変わる方の一つの話はここなんですけど、まあこの目標線に長くいたいとみんな思いすぎてます。 まあ大げさにやるとこんな感じになるんですけど、そらこれは飛ばないですよね。むしろまっすぐ飛ばすために目標線目標線ってやるのはもちろん間違いじゃないのかもしれませんけど、そんなことをしようとしたら当然体が横揺れしないと、そら無理ですよね。手の長さが急に伸びたりとかそんなことするわけじゃないので、まあこんなことを教えるとやっぱりアウトサイドインの原因になったりとか、逆にインサイドアウトですね。 インサイドアウトの原因になったりとか、もしくは完全に加速できない。加速できないっていうスイングになるんですよね。なぜ、まあ上級者たちが軽く振って飛んでるように見えるとか、なんかそんな頑張ってもないように見えるとかっていうのはまあいろいろ説明もあるんですけど、とりあえずで言うと、名前は聞いたことありますよね。インサイド。目標線のインサイドから来て、目標線の左に振り抜く。 これが多少少し楕円にできるとしても、ずっと目標線の上にいようとすると、加速できないし、アウトサイドイン、インサイドアウトのゲインになるし、うまくなるのに厳しいよねっていうことなんで、ここの勘違いはしっかり消していきましょうと。そして、改めて最初にお話しした、ま、お話ししましたけど、まあ、いろんな上げ方、下ろし方、いろんな話はあったとしても、完全にみんな斜めの円運動してますよね。特にクラブヘッドだけ折ってみてください。 この斜めの円運動で振ってない話はさすがにないです。どういう形にしろ円としてはこうヘッドが加速していって当たるってポジションめっちゃ大事ですよね。それがインから来た斜めの、斜め下斜め上ってこういう俗に言うプレーンと言われる自分中心で右左を向いていった中でこういう斜めのラインができてくるわけですね。それがイントゥイン、円運動であるっていう根拠です。<laughs> 根拠なんです。 さあ、お話し,しましたが、もう今お見せしてる動きをしようっていうことでしかないんです。斜めの円運動。こういう運動ですね。で、これをわかりやすくするのに、まあ、レッスンでもよく使ってるやつなんですけど、皆さん、給食袋、買い物袋、なんでもいいです。回したことありますよね。正直別に片手でも全然なんでもいいです。利き手の方でもなんでも。極端に言えば別にゴルフで振る方向じゃなくても別にいいです。 この、回しているこの手元が全てであるっていう認識を一回持ち直してください体がどうである、ああであるっていうのは、その先にあって、手元がこういう運動をするから円として、加速もするし、中心もキープしやすくなるから、それはおかげで、この、まあ、本当に一瞬しかない打点が、そこそこ安定してくるわけです。これをしっかり理解した上で、この練習を見てください。 今のやつをボール打てばいいだけですね。すごい簡単な話。別にさっきの右手左手関係ないです。別に両手でやってもらってももちろん OK なんですけど、これ円ですよね。円ですよね。胸の前で円として回してきて、これが当たればいいと。ただ、少し難易度が上がる話を、今からボール打つんですけど、これを回し続けてくださいというと、皆さんできます。 ただこれをゴルフスイングのタイミングでやろうとすると1回で回さなきゃいけないんですよね。これゴルフのちょっと難易度高いところです。一応両手でもお見せしますね。バックスイング、戻る、回す。まあ、連続しているとタイミングとかわかりやすいんですけど、この1回でやる素振りをまず練習してください。その中でもう僕のレッスン毎回これを言いますが、今はこれ手元の練習です。 体の練習はあんまり付け加えたくないんです。体もゼロになることはないですよ。ただ、あんまり体の動きとかにフォーカスしたくないんです。じゃあ、やりやすいのは、もう絶対最初これからやってくださいね。足を閉じる。足を閉じていただいて、今の回すという運動で打つ。まあ、ワンターンでやる。ですね。もうゴルフのフォームとかいろんなこと全部一回捨てていただいて大丈夫です。 まずこれで、円を作りながらボールを捉える。ボールの位置に関しては、足を閉じていると、円の最低点が少し体の左なので、この左足の少し外ぐらいの方が多分ドライバーだとやりやすいと思います。アイアンだとね、真ん中辺でも十分ですが、僕今ちょっと左を置いてます。これをワンターンで円として振る。はい。そして、皆さん、チャレンジしてほしいことがもう一つあって、これ、 もちろんね、ドライバーぐらいだったらみんな最初から当たります、本当に。まあ足閉じて自分が揺れない状態、一回で回してポーンって打つと、ほとんどの方当たります。じゃあ次は、皆さんお待ちかねですよね。飛距離伸ばすためにこれめちゃくちゃ有利って話をさっきしましたよね。もし本当に目標線に <laughs>、神々ですね、目標線に <laughs> こだわり続けてボールが飛ばない全然、 うまくなれないっていう方がいたとしたらもうその距離はこの足閉じクラブ回しで少しエネルギーを増やすだけでめちゃくちゃ飛ぶようになりますじゃあ実際僕自身のこの足閉じの距離をお見せしたいと思いますはいデータ出ましたねいきます足閉じてますよごまかしてないですよねもちろん体は右左向けるのでそれは使わせていただきますが 今のを強烈にしただけです。さあ。はい。スカイトラック練習級モードというモードではあるんですけど、下で196キャリー、上の数字だと220。足をちょっと閉じてても、こんだけ飛ぶんですよ。円運動をしていれば。僕、一応、普通にラウンド中使うのキャリー250ヤードぐらいです。下手したら結構、 もっと頑張って振ってったら、同じぐらい飛ばそうと思えば飛ぶんですよね。ただそれを正確に打つとかなんだかんだっていうお話はまた色々あったとして、とりあえず、斜めの円運動でエネルギーがあって、それをパーンって回せば結構みんなそれだけで爆発的にワンレッスンで20ヤード、30ヤード伸びる方っていうのはもう多々いるので、本当に何やっても飛ばない人、自分の肉体に対して明らかに飛距離が出ていないと感じている方、これ一回やってみてください。で 今のやつを補助じゃないけどパワーアップするために体を使えるようになればもちろんこれよりもどんどん飛ぶようになるのでぜひ皆さん円運動まず作って理解してただ単にそうなればゴルフのスイングっていうのはあ、そうなんだで終わってしまうのでただその精度というものを上げるために皆さん練習の時間を使ってほしいんですけど触れない当たらない何やってるかわかんないの練習をなるべく早く卒業するようにしましょう ということで今日の内容は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。内容が良ければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。